最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。応援の方もしかしてなんか持ってます？あ、何ですか？なんか持ってる。これはチョキです。じゃんけんグー出しやすいって、はい、だパーで来るかなと思って賭けでチョキいきました。ちょっと賢い人はチョキ出しやすいんで、あえてグーを出すかなと思ってパーを出したんですけどね。圭介さんの顔見て俺ずっと言いたかったけど、あんた負け顔してるよね。生まれてこの方グーしか知らなくて、ちょっとチョキとパー捨ててきたんですよ。どうしようあったらすごい。準備がいい。ちょっと手首見せてくださいって言ったら、はいって言って肘までこうめくれちゃったから、おふって。なんかキングが言ってましたけども、なんか拮抗するんだなみたいな。そんなことないから、持ってる人間が一発で勝つから。うわ、ビュッときた。煽りすぎました、ごめんなさい。しか知らなかったはずなのに、もう今年は解禁しています。ドア師匠です。勝ちたいの分かりますけど、あえて芝抱きませんって。さあ、これからは準決勝ということになります。改めて審判の皆さんをご紹介いたしましょう。主審ザカオ、副審マサイ、同じく副審ダーマン、グーチョキパー綺麗に揃いました。決まったね。審判の皆様、はい、2回戦が先ほど終了しましたけれども、ご覧になっていていかがでした？2回戦は拮抗する勝負が多くて、ちょっと見てるこっちがハラハラしましたね。そうですよね。だんだんこう勝負が長くなるにつれて、はい、愛子する数が増えてますね。同じこと力が入ってますね。どっちが我慢強いか、どっちが動くのかっていうのが見てるこっちが本当に緊張しました。ね、一番近い距離で見てるもんね。そうですね。まあでももう最終決戦が近い。まだ今のはね、ダメだった。噛んでた、完全に。ちょっと気になる、ザカオさん何も話してないっていう。やっぱここ上に上がってきたものだから、やっぱもう目もかっこいいし。次行きましょう。何？分からない。ありがとうございます。さあ、それではですね、この後選手たちに入場していただきます。はい、このゲームの前には老若男女誰もが平等、信じた一手を出すのみ。登場いたしました、平成の生んだスピードスター、スカイピースジン。タワーマンション最上階へと引っ越し、順風満帆。その勢いのまま優勝まで勝ち進むことができるか。対するは謎解きクリエイター松丸亮吾。じゃんけんの唯一の正解は相手よりも強い手を出すことだ。力強くそう宣言しています。両者問題なく今ステージに立ちました。さあ、いよいよ始まります。緊張感もさらに高まってきたと思いますが、まずはですね、スカイピースの2人、改めてこれから一戦を迎えますがいかがですか？いやちょっとね、みんなでこれ出しませんって言ったんです。何でもできるやつ、これ一回やってみんなに突っ込まれません、やめました。誘われたんですけど、ジン君がやめといたら、はい、相方もゼロです。相方も HP ゼロです。ゼロだった。さあ、それではですね、松丸さんにもお話を伺いたいんですが、これからの視線、今度はね、緊張しない、女性じゃなくて相手が男性ですけどね、はい、緊張はしませんよね。緊張はもうしてません。気を楽に、はい、自分の手を信じて勝ちます。はい、さあ、それでは早速ですね、最後の手元チェックをお願いします。手を前にお願いします。いや、でもなんか準決勝になってくると本当に1000万円がだいぶ距離が近づいてきてるから。そうですね、本当になんかやっぱね、ステージに上がられてる方々の緊張感がひしひしと伝わってくるよね。はい、そして正々堂々お互いにチェックが素早く終わりました。ザカオさんチェックが終わっています。さあ、それでは対戦の準備が整ったようです。千手観音でも出せるのは己の信じた一手のみ。
どうぞ。いきます。最初はデュー、じゃんけんぽい。よし、なんとスカイピースを破りました。一撃一発回答、決勝進出を決めています。まあスカイピースはこれで一気なくなったと。違う、ライブのことしかもゼロですよ。実はあの、はい、スカイピースさんの今までの手見てたら、はい、頑固にチョキ出してないんですよ。だから多分最後ピースで勝ちたいのかなと思って。うわ、ここはもう運じゃないじゃないですか。グーとパーしか出さないんじゃないかなと。うわ、完全に割れてますよ。違います、これ。違う、はい、俺たち楽屋でグー出そうなって言ってる裏にいました。え違う、もう一回だっておかしいじゃん。ジャンケンってそういうもんなの。でもめっちゃ読まれてて、僕がずっとチョキ出してるの知ってたんですよ。だからなるほどね。楽屋ですごい揺さぶられました。ちょっとでもここに来て松丸選手読みがすごい冴えてますね。運じゃないですよ、これは。運じゃないですね。いや、さすがですね。いや、チキって変えようとしてました。はい、ということで見事トーナメント決勝進出を決めました。松丸亮吾選手、おめでとうございます。頑張ります。正々堂々真っ向から迎え撃つ、小細工なんて必要ない、その目に焼き付けろ。おっと、ちょっと待ってください。異変が起こっております。縛られています。縛られています。どうした？改めてご紹介いたします。まずはアムギリ、縛った方でしょうか。西東京のトゥーシャイシャイボーイ、アムギリ。マジですごいぞ俺、ここまでこいつが登ってるのが奇跡。激レースと思われるくらいの実力見せてやれ。そして一方、縛られているドバッシュ賞です。ここで勝ったらスリーポイント、このジャンケンもゴールを決められるか。外すまでセット。もうガムテープとは切っても切り離せない関係になっているドバッシュ賞です。もうちょっとミスターガムテープになってますね。まともに歩ける可能性一切ないわ、あかんって。いいよいいよ、いいね、揃えてきたね。あれ出してよ、あれ言ってくださいよ。そう、僕のチームも一緒に楽しんでたもんね。一気に椅子まで用意してきたから。椅子ごと運んで協力してた。すごいな。ちょっとどんどん大ごとになってますね。この後ね、どうなるかなってことですよね。さあ、それではですね、改めて、まずはですね、縛った方の縛った方、これから必要を迎えますけれども、まあ、フォーエイトに続き、レイクレさんともコラボしたことないんですよ、はい。だけど最近、各々メンバーで結構コラボし合ってるんですよ。はじめ社長の、あのバスケ動画で、トモヤさんとユータユーマで、で、スカイピースの、あのバレーボールで高橋さんとヒューラーで、今回ここだけなぜか戦わなきゃいけないですけど、もうなるほど、勝つしかないですね。うわ、はい、そうやって聞いてると、皆さん、結構 YouTuber の方々が初めてっていう方々多いじゃないですか、これも本当 YouTuber アベンジャーズというか、豪華な、そう、豪華です、ね、企画ですよね。こっから仲良くなったりとか、すごいよくあるケースなんで、はい、さらに広がっていく企画もね。そう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 、だから本当楽しんでもらいたい。素晴らしい話ですよね。さあ、そして、ずいぶん礼儀正しくなりましたが、ドバシ賞ですけど。いや、そうですね。ちょっと言わせてください。はい、はい、椅子運んでくれてありがとう。あ、まずはね。そして400万人おめでとう。よし。けど、はい、最後に笑ってんのはレイジーライクレイジー。大阪で待ってる他の4人これ買って今からアガレンズ。いや、よくまだあるでしょ。あるね、出ますね。いや、正直ね、俺正直お前らを意識してる部分あるよ。やっぱり YouTube 勢いあるけど、俺らは天下を狙ってんねん。マイクポンポンすいません。マイクポンポンすいません。さあ、それではですね、早速趣旨によります、最終手元チェックお願いします、はい。
これいります表記おっしゃるルールとして、ね、そう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 、ねね、本木さん、こういうのがあるからやっぱりね、競技として成立しますよね。いや、そうなんですよ、厳正なチェックの末、安全な試合が行われるということです。そういうことですね、はいはい、でも両者とも勝ち抜いてきてますからね。そうですね、そうですね。さあ、準備運動いいですかね。よろしいですかね。さあ、それでは対戦の準備が整ったようです。立ちはだかる敵はただ正面からなぎ倒すのみ。どうぞ。いきます。最初はデュー、じゃんけんぽい。うわー、で、ハイコです。よい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 よ。ただ、振っていく、どうしよう。いいね。どうぞ、行きますか。この後、どうぞ。計算してる。考えてください。お互いを構えて、大事ですか。はい、緊張の一戦、頑張れ。じゃあ、構えてください。いきます。最初はデュー、じゃんけんぽい。うわー、決着をついた。早期で、1分レイジのクレイジーが2023年ぶっ飛ばして負けた。レイジのクレイジーが負けた。大阪が首都になるぜ。大阪が首都になるぜ。気迫がすごい飛ばっしょ。いかがですか、これで決勝進出ですよ。次どうやって出てきましょう。いよいよね、ないと思いますね。かなり小道具使っちゃいましたから ね、 ね、もうないんですよね。あと武器ガムテープ1個なんですよ。大丈夫、残り足りる、足りるのかな。いや、まあそうですね。でもまあ頑張ります。はい、でこの後いよいよトーナメント決勝ということになりますので、ぜひ気迫のまたじゃんけんを見せていただきたいと思います。おめでとうございました。ドバシショーでした。さあ、それではですね、ここで、戦いを見守ってきたキング、キングにもお話を伺いたいと思いますが、いかがですか、ここまで。まあ、時間的にもお腹がやっぱ減ってきましたよね。まあね、でも今ゆっくり料理している最中でしょ。はい、まあ、出来上がったごちそうを僕が最後平らげようかなと思ってます。はぁ、いただこうかなと。いや、もう1年間じゃんけんしてないんですもんね。確かに、いや、本当に苦労してきたから。そしてこの瞬間もずっとじゃんけんしてないし、してないですね。体だけは縦揺れしてますから。ずっとじゃんけんのリズムを刻んでいる。さあ、それではですね、この後いよいよ決勝に入ります。はい、それではトーナメント決勝における審判団のご紹介です。主審マサイ、副審ダーマ、副審ザカオ、よろしくお願いいたします。三重師のように決めてくれましたね。かっこよくなってる、はい、ありがとうございます。さあ、とうとうキングへの挑戦権を決する大舞台が整おうとしています。健康一滴、運命をかけたノルカソルカの大一番。ここまで勝ち上がってきたのは偶然ではない。うわ、緊張する。さあ、トーナメント決勝です。まずは松丸亮吾が姿を見せました。謎解きクリエイターです。常に謎解きを考案しているこの男、確実な答えのないじゃんけんをも攻略し、喜びの素顔を見せるか。さあ、じゃんけんの神に愛されたのか、運命の女神に祝福を受けたのか、勝利の女神は微笑むのか。おっと、今度は首輪です。おいおいおい、ちょっとちょっとちょっと、カニさん、クさんにも少しになっていきます。なんだそれ。いいの？ドバシショーのジャンケンを中心に大会は回るのか。犬とかしたドバシショー。おー、びっくりした。
ちょ、カジタさん、え、お笑い分かりすぎですね。お前が刺したやろ。お笑い分かりすぎですね。当時断ってよかったやぞ。なんか面白いかなと思った。楽屋行って、すいません、誰か僕を引っ張ってくださいって言ったら、井の一番に。すげえ、すごい。すげえな。自分から行った。ほんまかよ、うん、受験生。素晴らしい教育ですね。そんな教育してないの。素晴らしい、受験前だからね。本当に驚いた顔して。頑張ってほしいんで。いや、ありがとうね。頑張ってください。絶対勝つから。はい、絶対勝つから。素晴らしいですね。しっかり期待に応え続けてますね。まさかの登場だった。すごい、入場の1分前に誰かスタッフさんやってくれませんか。必死あのスタッフさんにあのマジでうちそういうのやってないです。なんか映画の主人公みたいになってますか。誰かいませんか。誰かやってくれませんか。いや、裏側おもれな。裏側もちょっと見てみたいと思います。さあ、改めて決勝戦がこれからトーナメント決勝という形で行われますが、まずは松丸さん、はい、意気込みお願いします。本当に今まで会ったことがないタイプの人なんで、まあまあ、なんか何をどう考えたらいいかマジで分かんないんで、だからもう最後直感で、直感、お、もう何も考えずに出そうと思います。と言いながらもしかしたら考えてるかもしれませんですね。ありそうだな、ね、これは。さあ、そしてドア師匠。まあそうっすね、なんか勝てそうやな。なんか正直言って、はい、東大でしたっけ。一応はい。ですよね、はい、はあ、まだ学歴のこと言ってんのかこの人。言わせたよ。自分から振りました。おい、自分から振ってます。まあ対照的に僕はアホですから、アホなりにまあ下克上ですね、下克上見せたります。なるほど、ありがとうございます。さあ、それでは主審によります最後の手元チェックをお願いします。いや、でもこれね、ドバッショー、あの意図してのものかどうかわかんないんですけど、最初アデューのモーションを対戦相手とずらすんですよ。おー、なるほど。だからちょっと松丸亮吾さんも読みにくいかもしれない。わかんないわ。こちら準備 OK です。はい。あれ、首都どこでしたっけ。首都大阪です。首都は東京です。え、おお、この問答は。え、ちょっと待って、ほんまに何言ってるか分かんない。さあ、東京です。あ、さあ、これに勝った方が次の試合、はい、大戸とさん、はい、すいいですか。 OK、 絶対に勝ってくる。絶対脱出ゲームやります。それでは対戦準備が整ったようです。はい、グーチョキパーで、グーチョキパーで今宵作るのは物語だ。お願いします。アデューのポーズお願いします。はい、ではいきます。最初はデュー、じゃんけんポーラー。ドーナメント決勝、見事勝ち取りました。キングへの挑戦権を手に取っています。グーしか知らんねん。すごい、有言実行だ。いや、すごいですね。確かにな。すいません。いや、マジ東大とか関係ないっす。いや、すげえ、めちゃくちゃすごいっす東大。いや、とんでもないっす。いや、しかし、うん、マジで強かったっす。いや、そうっすね。これ、敗れてしまったんですが、松丸選手、はい、何かこう読みは実際のところあったんですか。どうですか。いや、なんかもう本当に分かんなくて、さっきスマホでルーレット回して決めました。いやいや、そんなんいらんよ。直感でいけるから。いや、まあ、直感でいけるの。やっぱり運だ。あの、皆さん、じゃんけん分からなかったら聞いてください。運めっちゃ強いんで。めっちゃ強いやつです。間違いなく運が強い。強いですね。ある意味、ね、YouTube の世界で今、福男になってますね。なってますね。すごい。いやー、ありがとうございます。そうに対して、運が通用するかってところですね。そういうことですね。素晴らしいところです。がっちりと足を交わしていただきまして。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスファイナー。素晴らしい。さあ、ということで、トーナメント決勝、見事。ちょっと泣きそうになりました。え、なんで。なんで。ちょっと感動しました。感動しました。頑張ってください。トーナメント決勝を突破して、これからいよいよキングへの挑戦ということになりますが、改めて、トバッショー、いかがですか、今のお気持ちは。そうですね、ちょっと松丸くん、いい、はい、いい、
ちょっと負けたやつ越しに次の対戦相手見るわ。なるほどね。まだやるのか、まだやるのか。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとだけ嫌いになります。もういろんな引き出し開けてくれますからね。開けてくれますね。さあ、そしてこの戦いを見つめていたキングは何を思うでしょうか。どうでしょう。まあそうですね、パターンは読めましたんで。パターン読めた。なるほど。まあちょっと松丸さんのあのちょっとさっきの話したのをちょっとヒントにもう何出すか分かったんで。え、多分僕のヒントにしたら負けますよ。負けたし。まだの僕に聞いた方がいいっすよ。あ、大丈夫、負けるからっつって。お、大丈夫。なるほどなるほど。俺に今度聞きに来な。おお。いよいよ決勝です。しばくてさあ、機運が高まってきたところで、しばくてーいいですね。この後はいよいよキングへの挑戦決勝戦です。おめでとう、お願いします。はい、ですね、このタイミングで、まあ、ちょっとえなこさんが次のお仕事があるということで、すいません、ね、ここまで盛り上げてくださいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。それでは最後の一戦を始めましょう。来た。舞台には1000万円が大胆不敵に鎮座しています。この戦いの勝者は一体何にこの1000万円を使用するのか。ここで改めて審判団のご紹介です。主審マサイ、お願いします。副審ダーマ、お願いします。副審ザカオ、お願いします。以上の3名が本大会における審判員になります。審判の皆様、ついに最強の挑戦者が決定しました。はい、これまでの戦いどうご覧になっていらっしゃいますか。いやー、どれも熱かったですね。いや本当にずっとここにいると本当に対戦者たちのピリつきとか分かるんですよ。されどじゃんけんって感じ。ここまで大きくなるとは思わなかったよね。このじゃんけん一瞬の勝負なのに、もう最後の試合頑張ってほしいですね。はい、まあ、でもあれだよね、我々も一応シルクが勝ったら一応1000万円を取られず確保できる。はい、まあそうだね。ちょっと我々もね、1000万円持ったらやりたい企画っていうのは一応ねあるんですよ。なんでどっち応援していいか、まあ、審判だけどなんか応援したい気持ちもあるよね。あるよ、両方とも、両方の絵を見たいねー、うん、ちょっとじゃあ最後もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。それでは選手入場です。長き戦いの果てには一体何があるのか。その手から生み出される変幻自在の魔法を武器に、栄光の1000万を我が物に。グーしか知らない何話の巨剣ドバ師匠。おっと、今度は馬になって登場であります。グーしか知らない何話の狂犬ドバ師匠。カジサックさんの息子さんたちと一緒です。気づけば決勝戦、サクッと天下を取れるのか。パパ誰違うから、パパ違うよ。パパの座を奪い取りました。ありがとう、頑張ってください。頑張る、ありがとう、頑張ってください。ありがとう、ちょちょ、やめてくれへんかな、ほんまに。やめてくれへんかな。パパ僕っすよ。いや、ほんでこうもう言っちゃうけど、さっきマネージャーさんから丁寧に子供貸してくださいって言われたんだけど。そういう時別にいらんからもう。お子さんなんでね、うん、あのそこはしっかりしてます。でもここまでしたんやったら勝ってね、絶対、うん、マジかー。違う、どういうの頼むよ。え、なんすか。いや、だから子供たちをね、そうやって活用したいから買ってねって。
マジかどういうやつどういうやつ頼むよ本当にいや頑張りますいや正直言ってですねここまで来たらなんかもう何も考えてないですよね逆にもう頭もすっきりして本当に気持ちのいい状態で、思いっきり勝ちたいと思いますはいありがとうございます頑張ってください頑張ってください我こそが最強我こそが至高我こそがキングなりじゃんけん運をためにためにためたこの男だけが頂の景色を知っているキングフィッシャーズシルクロードついに立ち上がりましたキングです俺はグーで勝ってやる大胆不敵強胆無比勝利の確信がキングにこの言葉を言わせているこれまでの挑戦者たちの戦いを見て何を思うのか今ゆっくりとキングが戦場に舞い降りるで選手たちのご紹介をいたしますまさに最強挑戦者数多くの敵たちをすべて飲み込んできた勢いは本物かドバ師匠まあそうですねなんかロードシルクチャンネルみたいななんかあるでしょチャンネルあっこでお酒ばっかね飲んでなんか話してますけど僕この日のために1週間酒抜いてるんでそこをやっぱプロ意識ちゃうと思うかけてきた思いちゃうよって言って全身全霊のグー出しますグーだけで勝ちます2022年1年間のじゃんけん禁止じゃんけん禁止から解放されたキングの姿を刮目せよフィッシャーズシルクロード覚悟が違いますからね僕は溜めたじゃんけんですからみんな多分軽くホイホイやってるじゃないですか僕は溜めてしっかりと今日に向けて頭の中で想定してるんで誰よりもじゃんけんは考えたんじゃないか我慢した分今日出ると思って負ける映像が今思い浮かばないんですよ何度もシミュレーションしてきたんで正直何出しても今嬉しいですグーですねやっぱ固い意志のグーを出したいですまあ拳の文化史に残したいと思います少し笑みをたたえています、はい、さあそれでは主審によります最後の手元チェックをお願いいたしますわかりましたいよいよ1000万円もかけた一発勝負がこれから始まります、はい、では手元を見せてください、はい、いや実はですね、はい、今日ゲストの方々 いろんな方にお願いしたんですけど、はい、予定が合う方が13名だったんですよね実は、はいはい、でちょっと奇数だったんで、はい、ちょっと急遽ベイクレのドバ市長に来れないかとそうなんですよ昨日の晩ぐらいに聞いて今日飛行機で実は来てくれてるんですよね急遽そんな男がやっぱなんか掴むんだなというかすごいですねここまでチャンスを持ってるなっていうコンビニ感覚できましたこの場を、はいまあ、でもねシルクロード自身、はい、本当にこの1年じゃんけんで本当に苦労してたんで、はい、それをすごい近くで見てたんで、はい、もう精一杯楽しんでほしいですねここはそうです、ね、久しぶりに出せるんだもんねそうグーチョキパーって言わなかったからね、2022年今日実況ではグーを出すみたいなこと言ってましたけど、はいはい、グーチョキパーいろんな選択肢があるから そ, うです、ね、そこを含めて楽しんでもらいたいここはわかりました我慢してたもんね、ま、お互いにグーを宣言している者同士の戦いそうですねこれもすごい縁ですよねお互いに赤くてお互いにグーが武器というそうなんですね、メンバーカラーも赤だし、はい、まあけど僕のグーは僕だけのグーじゃなくてみんなのグーなんでそれも背負って頑張っていきたいと思います。俺らではないよな。僕のグーはみんなのグーなんで。はい。僕だけのグーです。そこはグーの取り合いがある。シルクね、今日の日まで1年弱じゃんけん我慢しましたけど、うん、何回だっけトータル？まあ2787とかそんぐらいかな。そうだよね。の機会で
そうだね、葛飾区のお偉いさんに怒られたりとか。そうだよ、じゃんけん大会でね。そうだ、 YTFF でちょっと、じゃんけん企画大丈夫ですかみたいな、とかいろいろなあの大人たち の、 あのお怒りを避けに避けてここまで来て。そうだよね。で一回ね、あのちょっと仕掛けちゃったことがあって炎上してありますね、そうスカイピースの、ね、動画でね、じゃんけん TikTok で思いっきり俺じゃんけんしてんの、ま、出回っちゃってすごい炎上してそうだね、びっくりしたね、まあ、初めてじゃんけんで俺謝罪して、そう謝罪の出してすいませんでした。視聴者の皆さんも厳しいですね。そうなんですよ。まあでもその溜まった分を今日全部出せると。なるほど、うん、なるほどね。今日からはじゃんけんができるっていうちょっと喜びなので早くやりましょう。はい、さあそれでは対戦の準備が整ったようです。はい、三種の神器による戦い、世界一平和な戦場だ。はあ、はい、勝った方がこちらを手にすることができます。はい、では始めます。手を出してください。はい、本当に最後です。はい、よく考えてください。ちょっと見比べてくださいね。あ、すみません。はい、では、アデューのポーズを取ってください。はい。いいですね。では、始めたいと思います。はい。最初はデュー、じゃんけん。なんと、王冠が落ちたとともにパーでアイコ。2人ともグー捨ててるやん。いいねいいねいいね。いや、どっちも心理戦だったんだ。じゃんけんは心理戦だということを今教えてもらった気がする。2人にプライドなど犬に食わせろ。アイコです。オッケーオッケーです。さすが頂上決戦です。心の準備ができたはずです。はい、では始めます。はい、最初はデュー、じゃんけんぽい。うわつきません。いや、すごい。勝利の女神もどちらに微笑むか悩んでいます。これは楽しいドラマシックだ。じゃんけんだね。あ、俺今シルクさんとじゃんけんしてる。そうだよ、めっちゃ嬉しい。じゃんけん楽しい。俺に言わせて、それじゃんけん俺が一番楽しんでるから。だいぶ長い前だね。いや、ちょっとやばいっすね。続いておりますが、OK、次も決めていただいて。はい、準備ができて始めます。両者構え整いましたか。整いましたね。 OK、 では始めます。指を出してください。はい、いきます。はい、最初はデュー、じゃんけんパー。うわー、決着。いや、でもよくやったよ、お互いに。正直言っていいですか。うん、やっぱすげえオーラっすわ。いや、やっぱりあの1年間じゃんけん禁止ってこれだけのオーラを作る。いや、マジか。いや、でもやっぱお互いにどっかグーでとどめさせたいってところあったと思うんですよね。うん、でもシルクは欲に駆られなかっただからっていう、そこのちょっとの差でこれが決まったのかなって思いました今。そうなんですね。いやー、キングシルクロード選手おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それではがっちりと拍手を交わしていただきまして、ありがとうございます。それではですね、キングシルクロード選手、栄光の賞金1000万円を手に取ってください。いやー、改めてシルクロード選手おめでとうございます。マジで本当に好きに使っていいから。シルクやった。すげー、マジか。なんとフィッシャーズに1000万円が戻ってきました。
ジか。いやマジすげえな。マジこういう展開になったか、ね、いやすっごい面白かった。改めましてシルクロード選手、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやでも、まあ、ちょっと自分で私利私欲に使おうかなと思ったんですけど、まあ、なんか結局 YouTube に僕は生かされてるので、はい、これはもう YouTube に使いましょう。おー、ね、なんか僕でやりたいこと何かなと思った時に YouTube なので、はい、まあ、またなんか YouTube ででかい企画やるために使おうかなと思います、ね、でそこでもしなんかね、あのみんな参加していいよって人がいたらこれで何かやりましょう。よっしゃ。まあ、実際今日はあの初めて共演した方々もいらっしゃいますし、ね、できる企画はフィッシャーズの皆さんにとってもありますよね。ありますね。絶対ですよ。そうですね。なんかね、やっぱ今日来てくださった方の ね、こうやっぱ熱量でこの大会が成立してると思うんで、うん、皆さんとね、今後とも何か一緒に、はい、まあ、この1000万かどうか分かんないですけど、今後とも一緒に YouTube 楽しめていけたらなと本当に心から思いました。いやー、いや来てくれてありがとうございます。本当にありがとうございました。では最後にですね、キングシルクロード選手から一言、締めの挨拶をお願いします。はい、いや1年間じゃんけんを我慢するって、要は世界で一番ダウンロードされているゲームを1年間手放すってことなんですよ、うん、はい、で本当にそれがいかに辛かったかっていうのを、まあ、今日この1回、ただ1回のじゃんけんなんですけど、そこで全部使い果たそうと、ね、その緊張感とか全部溜まったもんをやろうと思ってしっかりとキャラ作ってきたんですけど、ちょっと作りすぎね。あの途中からドバシ賞の大会みたいになってたの。そんなことない。ちょっとあれのせいでちょっと俺どうやって出てこうかなって俺悩んだのよ。まあでもちょっと僕ガムテープ持ってなかったんでまあね、丸腰で出てかせてもらいましたけど、まあでもそうですね、またこういう大会をなんかできるようにこれ使おうかなと思ってます。はい、本当に皆さん集まってくれてありがとうございました。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 そしてシルクロード選手おめでとうございました。おめでとうございました。じゃんけん大会に挑戦いただいたゲストの皆様です、ね、ありがとうございました。本当にありがとうございました。そして審判を見事務め上げたマサイさん、ダーマさん、ザカオさん、ありがとうございました。ありがとうございました。審判ありがとうございました。そして放送席、ナホさん、はい、大滝さん、はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんかちょっと涙出てきた。マジで見た。このメンツだったらじゃんけんでこんなに盛り上がれるんですよ。確かに。そうだよ。確かに。すごいぞ。楽しかった。そして最後にキングのシルクロードさん、ありがとうございました。皆様本当にお疲れ様でした。鈴木アナもありがとうございました。ありがとうございました。最後にこの熱戦を制し見事1000万円も勝ち取りましたシルクロード選手、玉座にお進みください。出戻り、それは言ってください。あの玉座を誰にも明け渡すことはありませんでした。そしてこの王冠も今戻ってきています。王が再び玉座に戻ります。貫禄あるな。すごいね、戻ってきたね。再び玉座へ。わ、玉座ずっと座ってるやん。王が今玉座に着きました。1000万円とともにこの貫禄です。それではこれにてフィッシャーズじゃんけん大会終了といたします。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。またお会いしましょう。せーの、アデュー。さようなら。本当に勝たせてよ。チョキ出せばいいじゃん。いやマジチョキ決勝まで取ってたんですよ。そうなんですよ。チョキ見たかったですもん。チョキを出すスカイピースは決勝でしか見れないっていう。そうなんです。逆にチョキ縛って出てたんで。俺インタビューの時点で、まあ、スカイピースは多分チョキ出すんですよって振っちゃってるから、もうグー以外出せなくなっちゃってて。そうなんです。まあ一回戦。速攻敗退してしまったんですけど、ちょっとマジで悔しかったです。プロの話術にやられました。すごい緊張したんですけど、みんなでワイワイでこれとっても楽しかったので、もし次があったら、次はじゃんけんのコスプレをして、もう全身で勝ちに行く感じで
挑戦できたらなと思いますね。いや、じゃんけんって3分の1で勝敗決まるただの運ゲーじゃんと思ってたんですけど、ここまで熱い戦いになるんだなと思って、やっぱね、じゃんけんの底知れの力と、あとフィッシャーズさんの企画力、これがね、やっぱすごいんだなと思いましたね。楽しかったっす。めちゃくちゃ楽しかったっす。なんか最初じゃんけんって聞いた時に、いや負けたらどうしようとか、やっぱ運だからなとか思ってたんですけど、なんか考えても楽しいし、パワーできても楽しいし、だからじゃんけんって多分昔からずっと続いてんだろうなって思いましたね。シード権にさせていただいたにもかかわらず一回も勝てず、何も記憶に残ってなくて、ちょっと次はもしね、次本当にお誘いいただけるのであればグランドピアノ持ち込みます。惜しかったね。1回攻め勝ってたじゃん。あ、まあパパね、うん、2回攻めまで進んで欲しかったんだけど。そやな、 そこでパパは敗者席に行った後に、まさかお前たち2人が目立つことになるとは思わなかったよ、ね、おそらくママに怒られます。はい、多分怒られるんで、はい、すいません。よし、ということで、はい、うん、じゃんけん企画お疲れ様でした。お疲れ様です。めちゃくちゃ楽しかった。盛り上がったね。楽しかった。めっちゃ良かったね。この方とかも息を飲む展開だったわ。ねえ、じゃんけんだけでリングがこんなに盛り、なんか熱い場になると思わなかった。ねえ、うん、まあでもやっぱそんな中でもじゃんけん、どう楽しかった、じゃんけん。いや、久しぶりのじゃんけんを見てまだ汗かいてくる。じゃあ、いや本当に楽しかったな。そうか、なんかね、今回はたまたまじゃんけんを1年間禁止してたからこれになったけど、なんかまた改めてなんかやりたいね、こう ねやりたいわ、やりたい、なんでもできる気がするね、うん、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。出場してくれた方、見てくれた方もありがとうございました。ありがとうございます。改めてあの概要欄に今日出てくださった方々のリンク載せてあるんで、ぜひ見ていってください。チャンネル登録もお願いします。せーの、アデュー。お疲れ様でした。みんなありがとう。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、ツイッター、インスタグラム、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。言わせ。マジ。